女の子を幸せにする漫画を描くこと、それが私の仕事だ。お仕事大変なんですね。かっこいいです、葵さん。リーチってさ、彼女いるの？自分が恋したいと思わないんですか？なんかあったんじゃないですか最近。何を？何もないの。ねえ先生、知らないの？好きな子だったらすっげえ嬉しいんだよ。ねえ先生、知らないの？アジアを熱狂させたあの名作がついに日本で蘇る。もうなんで出ないの？仕事の愚痴も恋の悩みも恋人とデートだったら絶対に頼めない。犯人は己が釣ったのだ。何でも話せる大親友の二人。賭けしないか？賭け？先に結婚した方がご祝儀10万もらう。10万じゃやる気出ない。30万。それは些細な賭けから始まった。ね、どこまで進んだ？それは敵として探り入れてる？それとも嫉妬か？それはない。そして忘れたはずの恋。あいつは用の前から突然消えたんだぞ。あんなに傷ついただろ。話して。10年以上も好きな女に告白できないやつが。私のこと絶対に好きにならないって言ったくせに。せんのバカ。好きにはならないか？絶対ならない。わざわざどう思う？一生親友でいるために言い聞かせてきた。だけども俺はもう。若手実力派キャストが送るピュアラブストーリー。何かを捨てなきゃ何かを得られない。おはよう。恋人以上の親友、二人が選んだ関係は。じゃあな、親友。僕はまだ君を愛さないことができる。じゃあね、親友。あの、これ読んでくれる？いらない。多田薫原作の不朽の恋愛バイブル、イタキスが17年ぶりに日本でドラマ化。頭の悪い女嫌いなんだよ。バカだからってバカにしないでよね。恋に敗れた琴子がひょんなことから居候することになったのは IQ200 の天才、入江直樹の家だった。俺の生活の邪魔はしないでくれ。一緒に住んでるなんて誰にも言うなよ。憧れの彼は冷たくて最低なやつ。天才にも弱みってあるんだ。期末テストまで1週間、勉強私に教えて。お前、あんなガリベン野郎が好きだったのか。何この写真。これ以上俺のペースを狂わさないでくれ。私ってやっぱり入江君の疫病神だと思って。お前ってすごいよな。なんでそんなに一生懸命になれるんだろうって。変なちょっかい出さんといてもらえるか？そんなことわかんないよ。今日は嫌いでも明日は好きになってるかもしれないからね。ちょ待てや。琴子に対する思いだって誰にも負けへん。私入江君好きなのもうやめる。じゃあ忘れてみろよ。ざまあ見ろ。この人入江君の彼女？まさか。でも諦めないの？人気急上昇中の若手俳優が集結。あのときめきがパワーアップして帰ってくる。いたずらなキス、ラブイン東京。パンくずついてるぞ。うわっ。ずっとずっと大好きだった入江くん。その人気は世界へ。大ヒットドラマ待望のシーズン2が登場。憧れてたあなたからの複雑なキス。よろしくな奥さん。お前には何も期待してないから。新妻失格。コトコ、私はね、入江君がお医者さんになるからそのお手伝いがしたいの。
お前はいい加減な気持ちで看護師を目指してるから覚えが悪いんだよ。こいつが看護師になる能力がないならそれまでだ。あんたの奥さんだろ。気になるならあんたが何とかしてやれば。入江くん、それはただのやきもちやろうか。やきもち。お前はことことその男にやきもち焼いとんのや。ことこ。俺の方があんたよりずっとことこのことを考えてやれる。あんたなんかよりずっと大事にしてやれる。お前にことこは必要ない。必要なのは俺だ。俺が本当の自分になれるのはことこがそばにいる時だけだ。こんな気持ち初めて。うそやん。私は入江君を助けたいの。だから看護師になりたい。この患者さん助ける。あいつのあのパワーが好きなんだ。あのイタキスが新たなキャストを加え胸キュンパワーアップで帰ってくる。いたずらなキス2ラブイン東京。俺の制服汚すなよ。マジだってば。誰かをいいなって思ったこととかないの？大好きなんだ。え、あれ、お姉ちゃん、あれってひょっとして彼氏かな？フェロモンと同じクラスかよ。めちゃくちゃラッキーじゃん。私はあんなに仲良かったのに、どうして？お前のことが嫌いになったんだよ。もう一度小さくなりたい。南くん、ジョミ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 、気持ちいい。このお風呂、私にジャストサイズだよ。あの大ヒットコミックがドラマになって帰ってくる。おかえりなさーい。すみれちゃん。エリートキャリアウーマンなのに恋には不器用なすみれ。そんな彼女が出会ったのは
家出中の天才ダンサー。俺はここにいたいんだよ。ペットとしてだったら置いてあげてもいいわよ。やったー。今日から君はモモ。モモ。すみれちゃん、会社で何かあったの？この子といるとホッとする。久しぶり。はすみ先輩、私は、はすみさんが欲しいの。先輩、もしうまくいって結婚したとしても俺のこと買ってくれる？え？できるわけないじゃない。結婚しよう。ペットがいなくなって不都合でもあるわけ？ペットのことなんてほっとけよ。もうそんなんじゃない。じゃあ何？俺はすみれちゃんの何？何ときめいてんの？ベッドに。人気急上昇中のキャストも見逃せない、癒しの胸キュンラブコメディ。二人に数えなくていいからさ、一人ぼっちよりも一人と一匹の方が全然いいと思わない？君はペット、